鈴木浩二のパワートーク。皆さんこんにちは、小説家の鈴木浩二です。専門家による解説編、23年バージョンです。早速行ってみましょう。ジャーナリストの大高美希です。今回も元慶応大学教授の岡野邦彦先生に、教えていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。今回はですね、フュージョン炉核融合について実用化への道ということで、まずは先生の説明を拝見させていただこうと思います。どうぞ。それでは核融合フュージョンの研究の現状と展望の最後、実用化への道をお話したいと思います。まず実用化の鍵ですけども、これをまあ機能というかですね、で説明すると、まず核融合プラズマを維持すること、それは当然ですよね。それからもう一つ、2番目、三重水素を増殖すること。で、実は三重水素は天然にほとんどないんですから、この増殖率が 0.99 だったとしても動かないですよね。つまり絶対に増殖率が1を超えるっていうのがですね、妥協できない性能という点で重要なポイントです。それから3番目は熱処理と発電用の高温熱の取り出し、これができなきゃ発電できないわけですから、この3つが大事なことになります。で、これらの同時達成が鍵ということになります。で、実を言うと、この一つ一つだけを達成すればいいんだと割と簡単なんですね。もうほとんどできる段階にあると思いますが、同時達成がなかなか大変なんですね。で、加えてそれぞれの研究者がベストを尽くしてそれぞれの最高性能を目指しますというのでは同時達成ができないんですよね。で、相互に関係してきて、一方をものすごく良くすると一方にしわ寄せがいくみたいな関係になるので、同時にできる最高の設計、最高設計点、最適設計点を探す必要がある。これが核融合実用化への研究のポイントになります。で、 JT60SA とそれから ITER でこの今言った1を達成しつつ、2と3の候補技術をいくつも試して最適化して、 1,2,3 同時達成はイーターの次の原型炉で実施するっていうことになると思います。次のスライドです。で、そう言ってみると、でも最近のニュースでなんかもうすぐできるって言ってますよねって言われるんじゃないかと思うんですよね。最近英米ベンチャーが小型核融合炉即実現、これが本当かというお話をしますと、実は、すごくできそうな発表をしてますが、実はですね、彼の発表の中をよく見ると、要素技術の、さっき紹介した要素技術の一部、または一つか二つのみを改善できる、あるいは改善できたから、これでいけるっていう発表なんですよね。で、実用化には、すでにここまでずっとお話したように、すべての要素技術を同時に全部達成しなければならないので、部分的な改善では渡りはならないし、実用化は実はまだ先なんだよねというふうに私は思っています。で、ただし、これらのやってくれている改善は将来は絶対に役に立つので、投資すべきではないとは思わないです。で、これ投資してくださっているのは大富豪の、有名な大富豪の方々ですよね。で、彼らは未来エネルギーに投資、はっきり言って寄付したという形で、すでに名声というリターンを得てるはずなので、実はそれ以上の投資としての金銭的リターンを求めていないんじゃないかなっていうのが私の印象です。で、もちろん彼らは科学者のグレインも周りにいるはずですしね。で、そういう意味では核融合の科学、私がここで説明したようなことを知らずに投資しているはずはないと私は思っています。次のページは、これはですね、日本の原型炉研究開発ロードマップと言われるものです。で、これは文部科学省が2018年に発表したものですね。で、私はこの時文部科学省の委員会の委員でしたし、このロードマップを作ったタスクフォースの主査、代表者だったので、非常に詳しく分かっているんですが、ここでは1点だけご説明しようと思います。上の時間軸を見ると、2035年というところが右の方にありますが、ここで、エネルギー倍増率10程度。これはイーターのことですね。で、イーターが成功したら、その下、第4段階の原型炉に移行判断をすると。書いてある。これが、1点だけ説明するとしたら、これが日本のロードマップになります。
実は今年の文部科学省の核融合科学技術委員会、これ私はもう2年前にこの委員会は辞めていますけども、この3月にこのロードマップ計画の3年かの5年の前倒しが提案されました。で、つまりITERの成功に先行して助走を始めようよという案で、まあ自然な考え方と私は思うのですが、国はその判断をITER完成以後まで保留した形になってますね。で、これは議事録見ていただくとわかると思うんですが、まあ国主導で決めたという形になってます。で、これを見るとですね、今の日本に足りないのは何かなとなんとなく分かってくるんですよね。で、次のページですが、この図は中国の開発計画をご説明するための絵なんですけども、その一番上にちょっと日本のことが書いてあります。日本の計画はですね、ITER が成功裏に終わるまでは一歩も先に進めませんという考えに実は制約されてきました。で、いかにもこれ日本的発想だとは思いませんか？私は日本の弱点はここにあると思っています。で、中国はじゃあどう言ってるかというと、ITERは建設が終わるとものすごく保守的に設計してるんですから、もう成功は確実だとみんな思ってるんですよね。で、だから、中国はITERの建設で得た知見で、原型炉の建設に進むには十分だとはっきり言っています。そして、ITERの成功、これはエネルギー源10という意味ですが、ITERの成功を待たないで、ITERが完成したというのを確認したらすぐにも大型の原型炉を建設して2030年代に運用を開始すると言っていて、で、実際に原型炉の準備に1000億円を投資した状態です。で、赤矢印の方を見ていただくと、この1000億円の成果なんじゃないかと思いますが、2021年には1.2億動100秒、0.7億動1000秒、維持するという成功を収めています。で、高温超伝導みたいな新しい技術もうまく取り込んでいるにはいるんですが、一方で、ベンチャーが言っているような小型炉の、まあ、あえて幻想と書きましたけど、小型炉幻想には全く惑わされていないですよね。で、これは、やっぱり実用化に本気である証拠だろうなと思います。で、考えてみていただければ、中国って宇宙ステーションも月から往復することも達成した国ですからね。核融合だけがいつまでも日本に負けているはずはないと思うのが普通な気がするんですよね。で、こういう中国の動きを見ると、日本も国の予算を大きく増やして加速するべき時なのではないかなっていうのが私の意見なんですが、先ほど申し上げたように国としての前倒し計画はあえて保留しちゃって、一方でベンチャーの育成には努めましょうみたいな話になってるっていうのは、つまり国はお金は出さないけど産業界は育成したいみたいな、かなり消極的な姿勢に見えるので、これで大丈夫かなっていうのが私の本心からの心配なんですよね。で、最後まとめますと、実用化の鍵はプラズマ増殖熱処理、もちろん発電の同時達成なんですね。で、ITER と JT60SL の確認の後に原型炉で発電実証をします。で、これには20年の時間と2兆円規模のお金がかかると思います。でもこれって1年間で割ると1000億円なんですよね。で、日本は10兆円前後のお金で毎年石油を輸入している国ですよね。他のエネルギーも入れたらすごい輸入量なんですよ。1000億円年が本当に高いのっていうのが、まあ、私の、まあ、非常にこう、個人的な話ですけど、私はそう思っています。で、米ベンチャーが早期にお安く実現っていうのは、まあ、はっきり言っちゃいますけど、これは夢物語だと思います。で、それがですね、何か日本はですね、米英が言うと本当なんじゃないかなって、これ米崇拝があってですね、で、小型炉幻想に惑わされていないかな、中国はそれに惑わされてないんだよなっていう心配があります。それからもう一つ忘れないでほしいのは、日本ってフュージョンではトップなんですよ。米に睨む必要ないんですよ。それを忘れていないですかっていうのが私の意見です。で、原型炉に1000億円をすでにつけて、まあ、王道を進んでいる中国に対して、まあ、日本はですね、技術的にまだ負けてはいないと思いますが、
今の失敗のツケは10年後に来るんじゃないかなって思っています。で、日本にはですね、吉報は寝て待てなんていうね、ことわざがありますけど、今10年寝てたらですね、それは吉報は来ないと私は思います。ところでちょっと宣伝になって恐縮ですけど、もう少し核融合のことを知りたいなって思っていただいたら、核融合エネルギー基本っていう本を、まあ、3人の教授ですけど、出たばっかりなので、今第3冊が出てるので、読んでいただければ、いい参考になるかなと思います。ありがとうございました。以上です。先生、ありがとうございました。ありがとうございます。見ててね、熱くなってきましたけどね。というのはですね、なんでこんな、日本は1000億円も予算つけないのかっていうのがですね、逆に疑問なんですけどね、バカじゃないですかね。私の口からはそれは言えないですけど、はい、やるべき時じゃないかなっていうのは本気で思っています。せっかくだって技術力もあるわけですよね、うん、何も待たなくていいと僕は思ってるんだけど、うん、やっぱり日本の過去の習慣かわかんないけど、いいターンにお金をつけちゃった以上は、それが成功しましたって言わなきゃ、次の大きなプロジェクトにはいけませんっていう歴史的経緯がありますよね。で、それは私がの世代はみんなそうなんですが、なかなか日本の中では超えられない壁なんですよね。そのコッパ役人的なね、発想がね、嫌ですね。日本の発想なんじゃないですかね。日本人って厳しいですよね。なんかお金を出して、それ成功したのって言って、それが成功してるのは次はないよねっていう、なんか日本的発想だと思うんですが、それを超えるのが、この核融合の次に進むポイントじゃないかなって気がしますね。なんか役所の発想で。惜しいですよね。日本って実用化するの得意ですから、なんかこう、大発明はヨーロッパなんだけど、あれはアメリカなんだけど、それをうまく実用化するのは日本みたいなケースが多いですよね。で、実用化ってやっぱりこう一つだけ突出してるんじゃなくて、コストも含めてバランスよくすることが大事で、それが日本人得意なんだから、今はまさに日本が得意なレベルに核融合来てるんだと思うんですけど、そこがブレーキがかかっちゃってる、そんな気がしてしょうがないですね。高市さんはこの辺ごよくご存知なんですか？はい、高市大臣は核融合やりなさいっておっしゃっていただいていると私は聞いていますし、やろうとしていただいていると思うんですけど、それは、なんていうんだろうな、こう周りに大勢のブレインがまだいないと思うので、ぜひ先生どんどん私なんかでよければいくらでも説明しますけど、あれですね、もう少しこうインプットしてあげる人がいっぱいいれば。先生、予算の問題で言いますと、まあ、311以降ですね、なんか再エネ賦課金 FIT で、まあ、民間とそれから産業を合わせて約30兆円のお金がこの10年間で投入されてるわけですよね。これってこの予算を考えたら、この核融合に開発に予算を入れるっていう方がよっぽどか私は建設的だと思うんですけど、いかがですか？そう言っていただいてありがたいですが、私は再エネに反対しようとは思ってるわけではなくて、ただ核融合も先の話だけど、今投資しないと先が出てこないので、再エネのいいところは確かに今現在の技術で発電できますよね、だからお金を投入するのが正当化できているような気がするんですが、その先も考えると核融合にも投資してほしいなっていうのが私の気持ちです。先行投資という、ね、言葉がありますもんね。なんか再エネはね、なんか個人的にはウイグルのジェノサイドパネルですとかね、まあいろいろとなんていうんですかね、問題がある部分が多すぎるんじゃないかなと、なんであんな秋元さんの事件が出てくるのかとかですね、闇が深すぎるのかなという気もするんですけれども、クリーンなエネルギーがいいですね、はい、大きなお金が動けばああいうことも起こるわけだから、それと再エネの価値はあんまり関係ないと私は思いますが、再エネは、とっても安く発電できるかのように勘違いしますが、発電したい時に発電しちゃうものなので、それを安定化するのにも結構お金かかるから、そういうことまで考えると、再エネだけで
人類は特に日本はやっていけないかなっていうのが僕の意見で、でそういう意味では核融合も実用化して安定な電源を供給できる体制を整えていかないといつか困る日が来ないかな、そんな気がします。ね、まあ、あんなになんか私森林伐採されて地方の山がハゲ山になって太陽光パネルだらけになってね、で治水力が衰えて環境破壊されている現状を見ると悲しくなっちゃうんです、うん、やっぱりこうそういうふうにたくさん置いてくるとこういろんな弊害もやっとみんなに見えてきたのかなっていう気はしますよね、うん、いいことばかりのエネルギー源ってないの で、うん、でもちろん核融合だって欠点もありますけど、うん、うまく全体バランスが取れるそういったエネルギー戦略を立てていかないと、うん、風力太陽光だけだって言ってると大変なことになるとは思いますね。バランスが大事、バランスが大事だと思いますね、はい、で中にもこのね、核融合先行投資ということで先生には大活躍していただきたいと思います。ありがとうございました。